この自己催眠ダイエット、私がですね、昔、妻と、再婚した頃ですね、非常に太っておりまして、80キロのメタボだったと。それで、この時にはですね、ヒプノセラピストは太っていた方が、多くの人から信頼されるだろうと、多くの人が安心して催眠療法を受けてくれるだろうと思って太っていたわけなんですが、このところでですね、異変が起きてしまったと。それで、それなんで、なんか痩せようというですね、きっかけがあったわけなんですけども、で、このきっかけでもってですね、これまで自己催眠セミナー中にですね、自己催眠ダイエットというふうなことをですね、しっかりと多くの人にですね、お伝えしていって、多くの人が痩せていったと。じゃあ自分もこの方法を取ったらすぐ痩せるだろうっていうような感じでですね、まあ非常に確信がありますので、やったところ1年足らずで64キロ、今度は16キロも痩せてしまったと。ほいで、この早く痩せればいいというふうなもんじゃなくてですね、早く痩せすぎちゃいますと、シワがですね、顔とか体にできてしまうと。だからこの、適正な体重というふうなものがですね、減らすのに適正な体重っていうのなんですけど、それをもってですね、やっていくというふうなことが重要になってきます。それで現在62歳なんですけども、健康体と。これで、私の目標がですね、120歳まで現役でピンシャン生きてコロッと死のうというふうなことになってきております。で、このダイエットをしてですね、摂取カロリー量をですね、減らすと長生きができると。どうして長生きができるかというと、体が飢餓状態を感じてですね、長生き遺伝子が発動するからなんですけども、それなんで、この多くの、今人のですね、平均寿命が80歳と、もう少しすると100歳になると。で、人間の限界のですね、平均寿命、寿命が120歳までいうんだって。それなんで、これを目指してですね、やっていこうと。で、この、老人になって動けなくなってしまうと、人生がつまんないんで、現役で催眠療法とか瞑想をしてですね、そして、体も、シャキシャキしていてですね、それで、もう死のうとしたら、コロッと、苦しまずにですね、コロッと死ぬというふうなことを実現していこうと思ってですね、やっております。ですから、自己催眠というのがですね、非常に役に立ってですね、そのダイエットっていうのをするのが良いと。で、自己催眠ダイエットなわけなんですが、どうやってやっていくかっていうのはですね、非常に簡単でですね、その潜在意識の中に痩せたらどんないいことが起こるかっていうのとをしっかりと入れ込んであげればいいと。で、その痩せる方法として一番いいのがですね、今のところこの、ブドウ糖をですね、グルコースをですね、取らないようにしていこうというふうなことがですね、とても重要なんですね。なぜかっていうと、この人類の歴史においてですね、こういうふうなものをですね、大量摂取したのはこの、数千年しかないと。人類600万年の歴史の中でですね、数千年の間にこういうふうなですね、農耕っていうのが盛んになっていって、これらを食べたがために太ってしまったと。ですから、我々は本来、このですね、でんぷんとかっていうのはですね、取らないでも生きられるような、大量摂取しなくても生きられるような体の構造になっているわけなんですね。それでですね、この円陣が原陣、旧陣、新陣というふうに進化していく中で、この辺りの時にはですね、あまりタンパク質をたくさん取ってなかったと。で、ある時タンパク質をたくさん取れるようになって脳が発達して、そして今の我々ができているということで、これらをたくさん取るよりも野菜とか、昔の人が食べてたような野菜とかですね、タンパク質をたくさん取る、肉をたくさん取ることによって、取ることでですね、十分に生きていけるというふうなことになってきます。で、その時に食事の方法なんですけども、お腹が空いている時に運動すると痩せますということで、世の中で私は水しか飲んでないんだけど太っちゃうよというふうな人がいるんですけども、実はですね、その人は水ばっかりじゃなくてたくさん食べていたというふうなことなわけなんですけども、で、その時にですね、現代の私たちはお腹が空くとご飯を食べるということをします。しかし、この昔の人たちっていうのはですね、どうにしてたかっていうと、この辺りはそのずっと狩猟採集だったわけなんですけども、お腹がいっぱいの時にはですね、百獣の王ライオンとか、それから虎の前にですね、肉を、
出してもですね、耳鳴りしないと。ところがお腹が空くとガフッとなるわけなんですが、人間も同じようでですね、お腹が、空いた時に大昔の人はですね、この、狩りに出かけたと。なので、お腹が空いて体がもう動けなくなってしまうじゃなくてですね、お腹が空いた時は運動が非常にできるような状態に我々の、体はできていると。ですから、この時に獲物がいるところまで歩いていってですね、獲物を見つけると野山を走り回って、そしてそれを仕留めてですね、食べたというふうなことになるわけですね。ですから、お腹が空くと動けなくなってしまうんじゃなくて、お腹が空いてもまだ走り回るですね、エネルギーは十分に残っているということなわけですね。で、それなんで、お腹が空いてもですね、から狩りをしても大丈夫なように我々の体ができていると。私たちはお腹が空いたらご飯を食べないとエネルギーが枯渇して動けなくなってしまうとか、仕事の前には腹ごしらえをしないとならないというふうな感じで勘違いしちゃってるわけですね。そうじゃなくって、お腹が空いてから、そのですね、仕事をしたりとか、十分にご飯が空いたりなんかして、それからご飯を作ったとしても全然、間に合うと。反対にですね、このお腹が空いてから、運動した方が痩せるっていうことが分かったわけですね。で、例えば体の仕組みなんですけども、ご飯を食べると食物の中のエネルギーが消化吸収され、血液中のブドウ糖と脂肪の濃度が上がってきます。で、食事後に仕事をしていると、この血液中のブドウ糖や脂肪が活動のエネルギーとして使われ、使わずに残ったブドウ糖は筋肉と肝臓に、脂肪細胞に蓄えられるということでですね、残ったものが、蓄えられていくと。で、ところがお腹が空いた時に運動すると、体の中に蓄積されていたエネルギーが血液の中に放出されると。ですから、脂肪とかですね、そういったものが放出されるわけですね。そうすると血糖値も上がり、空腹感が和らぎますと。この時に体に蓄えたエネルギーを使うので痩せられるということなわけですね。ほんで、内臓についた脂肪は簡単に減らせるというのはですね、内臓についた脂肪というふうなものからですね、こういうふうに体の中に蓄えたエネルギーで放出されるので、痩せられるということなんですね。ですから、お腹が空いたらご飯の時間になるんじゃなくて、お腹が空いた時こそ運動の時間、体の中に蓄えたエネルギーをしっかりと使おうと。で、その後にですね、ご飯を食べるとかっていうふうにすればですね、余計に食べないでも済むということになります。これで、摂取エネルギー引く消費エネルギーが蓄えられるエネルギーなんで、食べる量が体が必要とするエネルギーよりも多ければ必ず太ると。食べる量が体が必要とするエネルギーよりも少なければ必ず痩せるということで、体が必要とするエネルギーよりもですね、少なめの、食事をとっていれば着実に体重を落としていくことができるわけなんですね。で、それで、その時にですね、の食事の取り方なんですけども、子供の頃私たちはですね、たくさん食べないと病気になるよとかって言われてしまってですね、で、ご飯を食べないといけないというふうなことになってたんですが、それは育ち盛りの子供のための言葉だったと。大人の食事はですね、どうやってすればいいかっていうとですね、朝食は軽めに野菜中心で、昼食はご飯の量を半分にしてと。で、このところは減らすんですけども、夕食はですね、普通にお酒を飲みながらのんびりとして、こういうような感じでするとストレスなく、ダイエットができると。もう全部、食事を少なめとかって言って、全部空腹な状態にしちゃうとですね、体がですね、悲鳴を上げてしまうと。体がっていうのは心が悲鳴を上げてしまうと。ですから、この運動をする時にはですね、あまり食べないようにして、体の中のに蓄えたものを、使いましょうと。で、夕飯までも少なくしちゃうとストレスが溜まってしまうので、こっちは普通に行いましょうと。減らすのはこっちみたいな感じになりますね。これからまた食事の取り方、その次なんですけども、まずサラダと。食物繊維をたくさん取りますと、食物繊維がですね、ブドウ糖や脂肪の吸収をゆっくりさせてくれると。そして、その食物繊維なんですね、噛まないと飲み込めないっていうんで、たくさん噛むと。そうすると内臓のにもですね、優しいと。それから、最近ですね、この、食物繊維がですね、腸内細菌の餌になってくれるということで、腸内細菌の状態を良くするためにもですね、食物繊維をたくさん取った方がいいわけなんですね。ですから、これをですね、まず食べて、これもたくさん食べましょうということになります。
これ炭水化物っていうのはですね、これが肥満のもとなんで、極力を抑えて炭水化物を、じゃなくてタンパク質を多めに取りましょうと。で、我々ホモ・サピエンスっていうのはですね、このずっと前に見ていただいたように、このホモ・サピエンスっていうのは4万年と10万年とか、そのぐらいにですね、発生しまして、で4万年ぐらい前にこういった感じでですね、全世界に広まったんですけども、これはですね、まだこの大量の炭水化物に慣れてないと。で、そこで我々はメタボになってしまった。これで、肉というふうなものを食べたことによって脳が発達してですね、アフリカから出られて全世界に広まっていったわけで、このご飯とかのですね、このブドウ糖はですね、体の中で合成できるようになってるわけです。ですからご飯をたくさん食べなくてもですね、必要なブドウ糖はですね、体で作り出せるんですよと。で、一頃前ですね、なんか頭を再生させるためにはお砂糖が必要だとかって言ったわけなんですけども、お砂糖の代わりにタンパク質によるですね、脳を分解したケトン体をたくさん取ることによって、ケトン体もこの脳のですね、栄養になるっていうことが分かっていますんで、タンパク質でも OK と。ですからこっちをたくさん取らなくても大丈夫ですよってことが最近分かってきたわけですね。それからお酒を飲むといけないんじゃないかというふうなことで、お酒を我慢してしまう人もいるんですけれども、お酒を飲むと食欲が増してですね、たくさん食べてしまうのが原因で太るわけですね。お酒自体で太るわけではないということで、それからまたお酒にもですね、大きく醸造酒と蒸留酒っていうのと2つありまして、このビールとか日本酒ワインの醸造酒っていうのはですね、原料の糖質が全てアルコールに変化してしまってるわけではないので、これらを大量に飲むとですね、やっぱ太ってしまうと。ところが焼酎、ウイスキー、ブランデー等の蒸留酒はですね、醸造酒を蒸発させて、ほんで、その飛んだですね、水とアルコール分をですね、増やして、で、回収したものなので、純度が高いわけですね。で、また、この糖質が入っていないと。それなんで、こっちの方はですね、たくさん飲んでも太らないと。まあ、だけども、この食欲が増してしまうんでですね、この食欲をしっかりと抑えればいいわけなんですね。ですから、まず最初にですね、サラダや野菜を食べて、糖質やアルコールの吸収をゆっくりさせると。ほいで、外食をするとですね、濃いめの味の料理が多いので喉が渇くと。で、乾いた喉をアルコールで潤すとどんどんお酒が進んでしまうので、お酒の他にですね、お酒の1.5倍の量のお水やソフトドリンク、このソフトドリンクも、砂糖がたくさん入っているのじゃなくてですね、入ってないやつをですね、注文して置いときましょうと。っていうふうにすると、お酒を上手に飲めると。ほいでまた、お酒を飲むとですね、その締めのラーメンとかお茶漬けとかデザートが食べたくなるんですけども、これらはですね、糖質ですのでですね、極力やめましょうと。ほいでまた、お酒を飲んでる最中の料理はタンパク質や脂質が中心となりがちですと。で、これだけでですね、お腹いっぱいにしようと思うと、この中に入っているですね、この脂質というふうなものがですね、どんどん太るような原因になったりとかしてしまうと。それなんでですね、糖質を含むものを早めに取っておいて、血中のですね、ブドウ糖濃度を上げておくと。そうすると満腹感が早めにやってくるんで、おつまみを食べる量もですね、減ってくるということで、負担なんですようになってくるというふうに上手にですね、使うというわけですよね。これで、ダイエット食品というのも、ダイエットをするときにですね、使うといいわけなんですけども、なぜかというと、このダイエットを始めた頃っていうのはですね、体重の減り方が少ないんですね。それなんで、ダイエットやってもうまくいかないんじゃないかっていうんでですね、途中で諦めちゃうと。で、そこを防ぐためにですね、このダイエット食品を併用すると、体重の落ちが早くなってくるんで、やる気が出てくると。で、世の中にですね、マイクロダイエットとかリエットとかスリムアップ、このいろいろあるわけなんですけども、これをですね、3食すべてをダイエット食品にすると、この中にはですね、食物繊維が少ないので便秘になってしまいます。だから例えば朝食の時とか、昼の時とかですね、そういったのにですね、1食はこのダイエット食品と、他の時は普通の食品みたいな感じにしてですね、しっかりと食物繊維を取りましょうということが重要になってきます。それから、食べ物だけで体重を減らそうとすると、リバウンドというのが起きやすいんで、なぜかというと、代謝が、食べ物だけでは、を減らすと代謝が落ちてしまうと。
筋肉が重要なわけですね。筋肉がしっかりとしてればその筋肉が消費してくれると。それなんで、ですけども、きつい運動は長続きしないと。食事を減らすだけだと筋肉が減ってしまうので、朝の通勤電車の中で、ジムに行って一生懸命頑張るっていうのもあれなんですけども、そういうふうなことをすると理想的なんですけど、それができなくても、朝の通勤電車の中で電車が動いている時に、つま先立ちをして、ヒップアップすると。で、そうすると、足がですね、一番筋肉が多いのでですね、足のトレーニングで筋肉をしっかりと保つことができると。で、仕事帰り、これ終わった後はすぐにご飯を食べるんじゃなくてですね、家に帰ると。で、一駅前で降りて25分ぐらい歩いてですね、家に帰ってダンベル体操を15分ぐらいした後にご飯を食べるとですね、体の中にある脂肪を燃焼させることができるので、ダイエットに役立つと。ところが、この運動はですね、すればいいんじゃないのとかって思っている方がいるんですけども、この食後の運動はですね、やめた方がいいと。なぜかというと、食事をすると消化器系に血液が集中していると。で、一生懸命消化活動を行うんですけども、だからそれなもんでですね、脳に行く血液量も減ってですね、ご飯を食べると眠くなるという現象が起こるんですけども、この時にですね、食後のすぐの時間に、大抵ご飯を食べてから昼休みの時間に運動しようとかっていう人もいるんですけども、そうしてしまうとですね、血液は筋肉と脳に集中しちゃうと。そうすると消化系が血液不足になってですね、ほんで消化不良を起こして便秘とか下痢も起こしてしまうと。で、特にですね、胃というのは血液不足で障害を受けやすく、胃がんの原因にもつながっちゃうと。で、私たちがですね、小学校の時に、ご飯を食べた後の体育の時間にマラソンをしたりなんかするとですね、お腹が痛くなってしまったのは、この胃の血液不足のせいだったと。だから、お腹が空いて食事をしたいと感じる時には、胃腸をですね、作業を終了してしまうと。ですから、ご飯を食べた後に運動するんじゃなくて、お腹が空いてる時に運動しましょうということが重要になってくるわけですよね。これで、ダイエットの方法なんですが、このレコーディングダイエットっていうのがですね、起きます。で、昔はこの、試して合点のですね、ところに行きますと、こういうふうなですね、用紙をダウンロードできたりとか、あるいは、この番組時代の中にですね、そういうこの記録をするとかあったんですけども、今はなくなってしまっているんですが、このようなですね、グラフ用紙を用意しまして、自分でですね、こうやって線を引いておくと。あるいはコンピューターでこういったものを作っておくと。で、それと、100g で測れるデジタル体温計というのをこう用意しましてですね、それで、レコーディングダイエットというのを行うと、さらにそのダイエットがうまく進みますよと。どうやってるかというと、体重を1日2回測りますと。で、朝は起床直後、トイレを済ませた後で、体重を測ってですね、それで夜は風呂上がりにですね、体重を測ると。そして、この一目ぼれ 100g のグラフ用紙に記入し、折れ線グラフを書いていくと。で、体重変化がなんか大きいなと思った時にはですね、言い訳を書いていくというふうな感じになってきます。で、この、1日2回測るというふうなのがですね、またとても重要になってくるわけなんですけども、それからまた 100g、このぐらいのですね、変化を見ていくとちょうどいいですよということになります。それで、このレコーディングダイエットの効果なんですけど、毎日記憶をして日にちが経っていくとグラフの傾向が分かりますと。そうすると、この夜と朝と、測ってるんで、寝てるだけで体重が減るのが分かると。だから生きてるだけで我々はですね、エネルギーが消費されると。だからさ、基礎代謝量ですから、筋肉が減ってしまうと、これが減ってしまうので、筋肉っていうのはですね、しっかりと保つ必要があるっていうことがこのところで分かってくると。それから、毎日毎日着実に 50g から 100g 程度下がっていくとですね、1ヶ月に2、3キロ、これにしてですね、やるとちょうどいい、しわくちゃにならずにダイエットができるというふうなことで、これをですね、目標にやっていくと。でも、単調に下がっていくっていうわけじゃないんで、何か、体重がぐっと上がっちゃったとか、体重が大きく変動してしまったっていうところには、このですね、このところで言い訳欄っていうのをですね、この一番下のところに設けておきまして、このところにですね、自分は例えばラーメンを食べてしまったとか、運動をしたとかですね、なんかいろいろこのところに書いていったりとか、それからその最近はですね、体脂肪とかっていうのも測れるような、体重計がありますんで、このところにその値を書いていくとか、っていうような感じですね、していくと。
で、そうやってやるといいわけなんですが、このレコーディングダイエット、さらにこれがですね、極めつけになってくるわけなんですけども、どうしても我々ですね、この潜在意識の中にですね、ダイエットをしっかりとやろうという意欲が入っていかないと、潜在意識が、じゃあ、行動がうまくいかないと。そこで潜在意識の中に、ダイエットをするとこんなにすごくいいことが起こるんだというふうなものをですね、中身に入れてあげればいいわけなんですね。で、それが自己暗示文というふうな感じなんで、ですからそのダイエットの方をしっかりと身につけた後に自己暗示文で、を作ってですね、やる気を出そうというふうなことが重要になったわけですね。